comes a new challenger. お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。なんかワクワクします。覚悟を良いか。熱殺ラウンド1ファイト。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。どっちも強そう。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。どうするどうする。画面端に追いつけた。ここが大事。何か狙ってるんですかね。これはドライブゲージがなくなった。うー頑張れ。さあダウンから KO まで。綺麗に決まりましたね。最後まで噛み合ったラウンドとなりました。ここからどう展開しますかね。いやー強い。強すぎるよ。まだわからない。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。いやーどうなるんだろう。ナイス。100機から。いやーどうだどうだ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。この感じは名勝負の予感がします。 SA ゲージが両者にはある。どこから立てない。体力は残り少ない。100機合金スーパーアース下旬4に抜かり足。すごくに天才。フィニッシュで決めた。倒せる時は倒していく選択。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。次はどんな試合展開になるのか。どんなドラマが生まれるのか。さっき負けた方も次はいける。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。ここで中断攻撃。どうだ。飛びをガードして投げの選択肢を見せていく。どうなる。投げ。さあここから。お。こかしてからの。さあおっとここで SA 勝負をかけに来た。これが SA 技ってやつですね。お互い後がない。これどっちが勝つの。ここでバーンアウト。なんかこっちが勝つ。倒しきる。綺麗に決まりましたね。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました。2人ともマジ天才。とってもいい試合でした。どちらかが仕掛けていくのか。どうなっていくのか気になります。飛びかかる。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかね。これはプレイヤー1、先手を取ったユイを生かせるか。このまま押し切るんでしょうか。さあ画面端も入れ替えて100機合金。合金で攻めていく。100機から降り注ぐ。迫力してます。さあこれは痛いぞ。飛びは落とす。KO。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。なんかここまですごく必死に見えてきてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。弾を撃つ。150相打ちになるがお構いなし。いい投げ。これは強すぎですね。おっとここで SA 発動。なんかすごい。150。さあこれは痛いぞ。こっからどういくんでしょう。ピンチに落として。いいですね。ここでダメージ重圧がかかる。これは当たらず。ちゃんとガードしてる。すごい。コンボシャッカーを当てる。頭上がガラキ。この返しは一気にバーンとする。なんかこっちが緊張する。立てる。おー、 SA 発動シールド。一番強いのきた。決着。決まっちゃいましたね。プレイヤー2、総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。いい勝負。負けた方も惜しかった。そうですね、素晴らしい試合でした。100機から。さあ中段当てて。いやどうだどうだどうだ。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。
氷が刺さる。天才か。危険な状況になっている。ミスはもう許さ。うまく切り返して。2人ともやる気満々だ。このスーパーアーツはどうだ。出た SA 技。試合は終盤。ここからの KO。 ナイスナイス。かっこいい。ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。いやー、いい勝負。ミキチャットも惜しかった。次次。この切り返しは KO していた。100機から重要な立ち上がり。どうしてここで SA。 試合を動かしに行く。今の完璧。いやいや。さあここからは差し合いの領域となる。スーパースにゲージを使っていた。あ、これかっこいいやつ。勝てるよこれ。ゴジン。さあ逆上は絶対に通さない。すごくに天才。始まるぞ。殺意の波動の到達戦。現れる星にまた次。プレイヤー1ドライブが当たらない。大きな隙を探すぞ。おっと百鬼合神。とんでもない逆転劇。あそこからの逆転はしびれますね。ファイトラウンド。カイロ君前飛び。リスクを負って切り返しを言って合神。足を伸ばす。さあふんだんにドライブして。プレイヤー1しのげるか。プレイヤー1、大足が間に合う。すごくいい天才。全然気が抜けませんね。ここから百鬼合神。ここからの逆転劇どう演出してみせる。白熱してます。フィニッシュの名勝負。なかなかに白熱した試合でしたね。いやー、どっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。まだまだ戦い足りないようです。飛びかかる。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。どうだ。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。プレイヤーはここでドライブゲージがつきかけているが、ドライブゲージの管理も難しいが、うまく位置を入れ替えた。プレイヤーはドライブが使えない、バーンアウト状態だ。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。出た SA 技。KO まで届くかどうか判断できるか。 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。今抜けちゃった方に戻り返してほしいですね。そうなんですよね。次が始まります。ドライブラッシュで前に出る。飛びかかる。追い詰められてしまった。どうなるんですかねここから。慎重ですね。さあここからは差し合いの領域となる。いったれいったれ。キャッキか。頭上がガラキ。さあここ見えている。すごくに天才。両者体勢を合人。焦らず。ここでバーンアウト。ここでフィニッシュ。決めてった。ナイス。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。中足。プレイヤー2まずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。どうだ。ここで飛びが通る。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。うまい。これさえ SA、 まとまったダメージが欲しいか。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。ワンコンボ圏内が見えている。どっちもギリギリ。強靭で攻めていく。倒しきる。決まった。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。どっちも強くて見応えがありました。キャッチからゲージを使う判断、どうなるか。ナイスナイス。
先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。一瞬の油断が命取りですよね。プレイヤー2、若干体力リード。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。二人ともやる気満々だ。キャッキュ豪人。プレイヤー1、ここでの押し引きが SA 発動。そしてちょっと何ですか今の。いいですね。SA ゲージが中断。弾を使ってコーチ、キャッキュ豪人いけるよ。集中集中、両者体勢を整える。おお、どうなる。すごいです。バーンとする。いやー頑張れ。プレイヤー2、この画面端でどうやって料理するか。 KO 決まった。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝っても少ないと思います。中断、飛び輪と中断立っている。いいよいいよ、ナイスターン。プレイヤー先生、ここからが正念場。何かもうすごいことになってるよ。ここから襲いかかる百鬼豪人。さあこれは痛いぞ。こっからどういくんでしょう。キャッチ豪人。プレイヤー1、ドライブガードが使えない厳しい状態。飛び輪バレバレ。今の完璧。火力とともに一気にギアを上げていく。なんかもうすごいことになってるよ。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。中足、この体力はクリティカルアーツ。この演出の間に幾千のプランが脳裏をよぎる。最適解にたどり着けるか。心を見せ、今ここで勝敗。決まっちゃいましたね。プレイヤー1、これはリプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上回った。どっちが勝つか全然最後までわからへんくてもドキドキしました。はい、見事な試合を見せた両者に拍手ですね。キャッキから時間はまだたっぷりある。心理戦にも注目していきたいです。入れてプレッシャーをかけつつも、どうだ。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。どうなるどうなる、どうするどうする。プレイヤー1、ドライブゲージはやや少なめ、ここは大事に使いたいところか。豪人です。バーンアウトしている。届いた。ナイスナイス、かっこいい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。勝負はまだこれからって感じですね。さあ次のラウンドを見ていきましょう。キャッキュ豪人、手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。いやーどうなるんだろう。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。この感じは名勝負の予感がします。飛びかかる。慎重ですね。 SA ゲージは攻めのドライブラッシュ。来るか。スーパーズにゲージを使っていった。すごくに天才。ドライブゲージを KO。 綺麗に決まりましたね。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。上はダメ。いいですね。豪人、プレイヤー2、キャッキュ豪人キャプチュー。画面端、この飛びを見えている。すごくに天才。ジャンプにラッシュするか。いけるよ、集中集中。この返しは見切っていた。プレイヤー1、ドライブガードが使えない厳しい状態。ここは強気で攻めていきたい。すかさず中足豪人。いったれいったれ。 SA を使う、火力を上げ。ナイスナイス。シャッコンボダメージはしっかり足りている。決まった。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。いやー、どっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。投げを使ってガードを崩す。いいですね。プレイヤー2、体力的には優勢。結構リードしてる感じですね。ここで飛びが通る。
技術を使って SA をコンボに絡めていく。すごい。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。あと少し。後陣です。この切り返しはここでバーンアウト。いやー、頑張れ。 KO。 おお。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。飛びかかる。いいよいいよ。警戒している。バーンアウトしている。なんかこっちが緊張する。ここで SA 発動しているが、やばい。壁に追い詰めた。チャンスに。バーンアウトしている。いやー、頑張れ。ゲージを使う判断、どうなるか。何これ、すごい派手でいいですね。これはわずかにの倒しきる。ナイスナイス、かっこいい。ギリギリの決着、緊張感がありましたね。いやー、熱い戦いでした。次の試合もファイト。どう試合を作っていくか、重要な立ち合いだ。ここからどう攻めるんですかね。ドライブゲージ、体力ゲージは両者万全。ここから試合が動きそうだ。さあ、壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。プレイヤー2、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスある。見事なパニッシュ、届いた。決着ですね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。いや、強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。飛びかかる。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。一瞬の油断が命取りですよね。バックステップ、付き合わない選択。どうなる。キャッチからプレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあ、体力差ないぞ。プレイヤー1、ここは我慢の。ラッシュするか。 SA にゲージを回す。使っていくか。いいですね。さあ、あとは一発小づくだけ。まさかの削りアウト。決めてった。ナイス。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一瞬に見えてきてるんで、どうなるか本当に予想できないです。さあ、壁際の攻防が始まる。いやー、一気に来るんじゃないですか。投げが決まった。今の完璧。100機合心。ここはと受け止めながら、やばい。バーンと意図していたか。ここでゲージを使っていく。クリティカルアウトが決まった。この先はもう気合の勝負。相手を上回る立ち絵の執念を見せれるか。五人ドライブゲージが尽きた。すごくに天才。先に触れれば勝機はある。すごい激闘ですね。どっちも負けないです。まさかの結末となるか。いや、すごくない。何ですか今の逆転。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。この感じは名勝負の予感がします。ここはゲージを使って SA 戦闘。まとまったダメージが欲しいか。ナイス。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。プレイヤー1、ドライブゲージがもうバーンとして一気に体力を奪って KO。 圧巻のコンボ選択だ。綺麗に決まりましたね。一本取っていく。さあ、これはどう見ますか。なんかこう、魂がぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。飛びかかる。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね。スーパーズにゲージを使っていった。ナイスナイス。この切り返しはきっちり。 SA 発動。そして何これ、すごい派手でいいですね。逆襲合陣。プレイヤー1、ドライブゲージがもう100機合陣。逃げ場はなくなった。いやー、一気に来るんじゃないですか。これは飛び道具で対応を迫る。ここでフィニッシュ。おお、
しっかり倒しきりましたね。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか？いやー、どっちも頑張ってて、ナイスファイトって感じでした。踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。体力差はあるが、下順位を次第ではまだわからない。ドライブリバーサルにスーパーアーツを使って KO まで。さあ、今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか？今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。そうなんですよね。次が始まります。先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。いやー、どうなるんだろう。追い詰められてしまった。どうなるんですかね、ここから。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。いいよいいよ。ダウンからうまく切り返して、下の SA ゲージってやつですよね。逆転いけるか。体力差はある。しかしこの距離で打ってきた。これかっこいいやつ。KO。 おお、しっかり倒しきりましたね。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。圧倒してましたね。すごい。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。もう一回戦うんですね。頑張れ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここからどう攻めるんですかね。壁を押し込んでいく。どうなるどうなる。ここで飛びが通る。うまくゲージを運用してチャンスを広げていく。ターゲットコンボを叩き込む。いやー、どうだ。 KO。 ナイスナイス、かっこいい。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。いや、強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。一瞬の油断が命取りですよね。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですか？ゲージを使う判断、どうなるか。いいですね。一気に畳みかけたいところ。さあ、ここからは差し合いの領域となる。二人ともやる気満々だ。ゴミか、ゴージン。ここで SA、 試合を動かしに行く。今の完璧。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。全然気が抜けませんね。次はどうする。ここフィニッシュ。おお、しっかり倒しきりましたね。なかなかに白熱した試合でしたね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。さっき負けた方が次はいける。上から仕掛けていく。すごい。ゲージに差がある状況を活かせるか。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。だいぶ有利な状況ですね。向けてプレッシャーをかけつつも、プレイヤー2、ゲージを使えば逆転はあり。 KO まで。綺麗に決まりましたね。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。なんかこう、魂のぶつかり合い的なものを感じました。さあ、次のラウンドを見ていきましょう。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。一瞬の油断が命取りですよね。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうなるんですかね、ここから。強靭で攻めていく。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。ここはダメージを取り、 SA にゲージを回す。使っていくか。すごくに天才。倒しきりの SA、 状況判断バッチリ。プレイヤー1、一気に勝負を決めた。強すぎ。すごい勢いでした。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。もう一回戦うんですね。頑張れ。上は通さず。
さ、壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。どうなるどうなる。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、プレイヤー1、若干体力リード、待ち構えるか。結構リードしてる感じですね。プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。うまく位置を入れ替えた。このスーパーアーツはどうだ。お、どうするどうする。プレイヤー2、丁寧に有利を継続して、冷静にゲージを待つ。スカン、素晴らしいコンボ選択、冷静に状況判断できていた。決まった。お互いの気迫がこもったラウンドでしたね。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど、どんなドラマを見せてくれるのか注目です。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね、これは。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい、ドライブはしにくい。上か、ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。さあここからは差し合いの領域となる。プレイヤー1、バーンアウトしている、これは厳しいか。飛びかかる。100機から100機更新。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。この感じは名勝負の予感がします。ゴジ、ここで投げに行く。すごすぎ、天才。どうにでもなる体力差、KO よ、名勝負。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一心二心できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。受け止めている。なんかすごい。100機から100機更新。上から来た。前に出て、さあ壁際の攻防が始まる。いやー、一気に来るんじゃないですか。ハリウッドともに一気にギアを上げていくか。さあこのチャンスを生かせるか。通らず、効果、ここでバーンアウト。いやー、頑張れ五人。一斉、ここからが正念場。いいですね。始まるぞ、殺意の発動の到達戦。抗える拳、まだつき100機更新。プレイヤー1、ここが勝負どころ。いったれいったれ。ジャンプ攻撃が通って、決まっちゃいましたね。プレイヤー1、さすがにこれは面白かった。 GG、 最高の試合でした。もう2人とも天才すぎ。お疲れ。飛びかかる。投げて、ナイスナイス。100機から序盤の主導権はどちらが握るか。こっからこっから。プレイヤー2、 SA ゲージの優位をどうやって活用していくか。飛びが刺さる。どうなる。次はどの引き出しを開けるか。ここで SA、 火力を上げる。天才か。ここはレベル 3SA を選択していく。折れるときはしっかり取っていく。慎重ですね。壁に追い詰めた。チャンスになる。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。来るか。ハリエ、ここで SA、 試合を動かしに行く。すごくに正解。一息つけるか。 KO、 ナイスナイス。かっこいい。お互いの気持ちが伝わるような試合でした。どうでしたか。いやー、見てるこっちがドキドキしちゃいますね。2人ともすごい。100機から、このラウンドが勝負となるか。さあどっちが勝つんでしょうか。ここは投げを見せてガードを崩す。天才か。地上の間合い線は技の距離と。じゃあここで SA 発動しているが、何これ、すごい派手でいいですね。慎重ですね。ラッシュ KO、 決まった。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。いやー、熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。個人的にはガンガンやり合ってるところが見たいですね。ゴジン、このスーパーサトンか。すごいことになってるよ。ハリアの100機更新。プレイヤー1、ドライブは厳しいぞ。プレイヤー1、この画面端でドア破力とともに一気にギアを上げていく。 KO、 決まっちゃいましたね。
なかなかに白熱した試合でしたね。いやー、どっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。飛びかかる、上から来た、ナイス。SA ゲージには差がある状況、チャンスでもありピンチでもある。ここで飛びが通る。どうするどうする、次はどの引き出しを開けるか、壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかね。これは仕切り直す。プレイヤー2、ゲージはある、逆転への道は紡げるか。ここから KO、 決着ですね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。勝負はまだこれからって感じですね。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。うまく切り返して、キャッチから前に出る、飛びかかる、ラッシュ選択、 SA にゲージを回す、使っていくか。ナイスナイス、ここでバーンと。プレイヤー1、ドライブゲージがない、ここで SA 試合を動かしに行く。あ、これかっこいいやつ、バッケイオン。おお、しっかり倒しきりましたね。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。なんかここまですごく信頼できるのに、次どうなるか本当に予想できないです。100機合人、頭上がガラキー、白熱してます。合人プレイヤー 2SA ゲージ有利。さあこれ SA を使う、火力を上げ、なんかすごい反力が問われる状況になった。ここでバーンと、危ない危ない、でもまだいける。ここはどう出る、ジャンプ攻撃は可能、なんとか100機合人決着。決まっちゃいましたね。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。まだまだ戦い足りないようです。この切り返しはケアしていた。プレイヤー 2SA ゲージが有利。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、いやーどうだどうだ。プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。仕切り直す、ドライブラッシュにゲージを回して、ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。天才か、倒しきれるかギリギリ、後の状況も意識しておきたい。プレイヤー1、ドライブゲージが尽きてしまったが KO まで十分射程圏内、倒しきる。綺麗に決まりましたね。いやー息が詰まるラウンドでした。2人ともマジ天才、とってもいい試合でした。ゴージン、このラウンドが勝負となるか。いけいけ、さあ逃げ場はなくなった。どうしか、何か狙ってるんですかね。これは2人ともやる気満々だ。飛びかかる、一息つけるか。100球ゴージン捕まえて投げ飛ばす、ナイスナイス。何を狙って、100球ゴージン、さあこれは痛いぞ。白熱してます、この距離で撃ってきた。あ、それかっこいいやつ。ここは堅実に SA でフィニッシュ、抜かりはない。プレイヤー1、完全に噛み合った形、最初から最後までマジで強かったです。